アウディアプルーブド横浜青でございます。お世話になります。本動画は弊社をすでにご利用いただいておりますアウディオーナー様と弊社の認定中古車をご検討いただいておりますお客様に向けてですね、写真でお伝えできれないお伝えしきれない、部分の補助としてですね、YouTube で動画をですねご案内させていただいております。ご検討の一助になれば幸いでございます。私YouTuber ではありませんのでこの動画だけでですね、この動画のクオリティをですねこれ以上上げるっていう技術は持ち合わせておりませんのでその辺はちょっとご容赦いただければと思います。あくまでもご検討の一助として、活用していただければと思います。まあ、写真よりはですね全然こっちの方が伝わるかと思いますので、はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。写真のですね掲載前からお問い合わせすごくいっぱいありましたね。この車両は S3 セダンのですね2016年4月登録のモデルになります。はい、オプションはですね LED ヘッドライトとそして、内装は後ほど撮りますけどもナッパレザーですねがあります。あとはですねこのバンガー&ウルフセンのサウンドシステムが搭載されてますんでそこなかなかいい感じのポイントかなと思います。マグネティックライドはないですね。はい、LED ヘッドライトになりますとフロントのですね、ウィンカーはこんな光り方になりますね。はい、そして、LED ヘッドライトはステアリングをですね左右に切りますと、まあ、切った方向にですね、この中のライトが多分この辺なんですけど、まあ、点灯しまして、左右をこう照らしてくれるようになります。で、今のボディ状態はですね大きく減点するところはないんですけども、ただ、板金歴がいくつかありますんでそこをちょっと重点的にご案内したいなと思います。まずアルミホイール S3 は18インチのこんなアルミを履いてます。アルミホイールはですね4本ともガリ傷がもともとはあったんですけど、リペアされてますね。はい、まあ、仕上がりに問題はないんですけども、確かこれはですね本来はここに、まあ、旋盤の跡があったんじゃないかなと思うんですよね。ヘアラインというものがでリペアするとそのヘアラインが消えちゃう場合があります。でこれは今消えてますね。そのヘアラインっていうのはよく見ないとわからないレベルなんで、この、まあ、全然知らない人がですねこの車ヘアラインがないじゃないかと、まあ、そんな風に言ってくることはまずないかなと思います。このぐらいの距離だともう分かんないですねという感じになります。アルミホイールは4本ともガリ傷がありました。それがリペアされているというところですね。そしてこのタイヤは今だいたい 4mm、5mm ぐらいあると思いますが、タイヤの年式は2019年になっております。ミシュランを今履いてますね。はい、そして、これ右のリアのホイールですね。こんな感じになります。はい、素敵ですね。はい、左のリアのホイール、そして左のフロントのホイールですね。まあ、全てリペア済みなので、今現状では減点になるようなポイントはないかなと思います。はい、で今左側にいるんですけどここ、ここもちょっとへこんでましたね。傷があった過去にあったんですけどこれはリペアされてます。微妙にですねちょっとだけ上の方に反り上がっていると思いますけど、は
はい、こんな感じですね。もともとですね、中央部分が少し反ってるようなデザインなんですけどね、わかりますでしょうか。これもですね、微妙な感じなんで、人から指摘されるようなものではないかなとは思いますが、はい、という感じでございます。そしてフロントバンパーの下の方にはちょっと傷があったんじゃないかなと思いますね。ちょっと私覗き込めないんですけど、この辺ですね、車高がちょっと低いものなんで、車止めとかですね、注意が必要ですね。車止めがある場合は必ずバックで入れてください。はい、という感じでございます。そしてですね、あとリアバンパーですね。リアバンパーも過去に板金歴がありますね。確かこの辺をですね、傷つけちゃったんじゃないかなと思うんですけど、今はもうリペアされている状態なんで問題ないと思います。なんか歪んでたりとかムラがあったりとかっていうのはないですね。問題ないと思います。はい、これぐらいですかね。で、今現状ではですね、フロントフェンダー、前ドア、リアドア、等もですね、傷とかへこみとかはないですね。はい、大変綺麗だと思います。で、この辺、板金屋さん流せのこの辺のラインですね。このラインも大変綺麗だと思いますね。はい、で、S3 はですね、こういうエアロがつきますね。はい、この辺ちょっと花粉ですね、汚れがついてますけど。はい、大変綺麗だと思います。で、左のリアフェンダーですね、この辺もよく傷がつきやすいところですけど、問題ないと思います。リアフェンダーからのリアバンパー、そして下の方、大丈夫だと思いますね。すごく綺麗だと思います。はい、で、左側のですね、ドア2枚も問題ないと思います。はい、そしてモール、メッキモールはごめんなさい、ちょっと今汚れがありましたけど、白サビが幸いなさそうですね。あ、ごめんなさい、ちょっとありますね。ここは綺麗です。ここは綺麗なんですけど、左のリアドアのこの上の方、これはちょっとまだらに白サビが出てますね。このぐらいだったら、多分落とせます。はい、このぐらいのレベルだったら、元に戻せると思いますね。ここも、ここもちょっと左のリアドアがちょっと錆びてますね。でも、これは軽い方のレベルにですね、大丈夫だと思います。この本当はね、これ磨くと有料なんですけど、この動画ご覧いただいて検討の材料にしていただいて購入決めていただければですね、この辺ちょっとサービスでやりますんで、フロントのドアは大丈夫ですね。はい、
はい、であとミラーも、左のミラーの先端とかも綺麗ですね。問題ないと思います。はい、でここも大丈夫だと思いますね。はい、で今ちょっと左側にいるんですけども、飛び石ですね、軽微な飛び石がフロントガラスにあったと思います。ちょっと今発見が難しいんですが、ちょっと後ほどご案内させていただきますね。はい、で今プライスボードをご案内させていただきます。こちらはですね、2016年の4月の登録なもんですから、車検がもう今月来ちゃいますよね。でこの場合は私どもで車検取りをしまして、であのお客様にお引き渡しをさせていただきます。走行距離は約21,200キロ、5年で2万キロちょっとですからね、まあ、全然使用感ないかなと思います。で、毎年1年点検とかもですね、あの私どもの新車のお店のところ、まあ、工場ですね、あのちゃんとお受けいただいてた車両でございますので、履歴もしっかりしております。とってもいいと思いますね。オイル交換とかもちゃんと毎年1年点検、車検もちゃんと受けいただきました。で今回が2回目の車検になるということですね。で車検整備の整備費用はですね、あの弊社の方で負担させていただきます。除外はですね、あのバッテリーとタイヤですね。タイヤは今溝は十分にありますんで、それはすぐ交換する必要ないと思います。でバッテリーはね、ちょっと後ほど確認しまして概要欄に記載をさせていただきたいと思います。バッテリーはもし3年とか4年とか使ってたら、まあ、交換した方がいいかなと思いますね。はい、バッテリーはあの有料になりますが、あの割引でご案内させていただきますんで、後でやるよりはですね、全然安いかなと思います。はい、そしてフロントバンパーとボンネット付近の飛び石の損傷っていうのが ないって言っちゃうといけないんですけど、見当たらないですね。この辺なんかすごくエレガントですね。いいと思いますね。これは汚れ、綺麗だと思います。右のフロントバンパー、はい、綺麗ですね。はい、右のフロントフェンダー、このアーチモールのデザインがすごく綺麗ですね。はい、こんな感じになります。まあリペアの履歴はありますけども、まあ、現状はすごく綺麗でいいかなと思いますね。はい、で右のミラーの先端付近、ここも損傷はないですね。はい、で右のドアのメッキモールはちょっと白サビがあるかなって感じですかね。こんな感じ。はい、この上の方がちょっと白サビ大きいかなと思いますね。まあこのぐらいだったら綺麗になります。はい、右のリアドアは、白サビないですね。大丈夫ですね。はい、まあ、磨くときはですね、こっちダメージがない方もですね、一緒に磨いちゃいます、せっかくなんで。はい、まあ、この辺はあのウェブサイトの写真じゃ点でわからないとこですよね。はい、はい、じゃあちょっと中撮っていきたいと思います。これここですね、ステップはこんな感じですね。はい、ここは
ちょっと傷入ってますね。傷の中に汚れが入っちゃってるかなって感じですかね。こういうのがあります。まあここの辺は気合い入れて磨けばちょっと落ちそうな気がしますけど、ちょっとやってみなきゃ分かんないって感じですかね。ちょっとざらつきが感じられるかなっていう、そういう感じですね。はいはいはい。一回ちょっとエンジン切りましょうかね。はい。そして本当昼間撮りたかったんですけど、お問い合わせが非常に多いもんですからすいません、ちょっと夜撮っちゃってますが、レザーですね、わかりますかね、ちょっと昼間じゃないんでなかなか。はい、これはですねナッパレザーと言います。 S シリーズにですねよく使われるレザーですね。 RS とかになるとダイヤモンドステッチのバルコのレザーとかになったりしますが、基本的にはですね非常に肌触りのいい柔らかいレザーになりますね。すごくレベルが高いです。でダメージはですね見受けられないんですが、ちょっと影にならないように撮影しますね。はい、このサポーターのあたりもレザー特有のシワはちょっとありますけど、このステッチが切れちゃったりとか表面が擦れちゃったりとかっていうのはないですね。はい。で、ここは背面の方のサポーターですね。ここも大丈夫だと思います。はい。でナッパレザーなんですけど、もちろんこの辺レザーですが、ここだけ材質が違うんですね。こことここ、こうしっとりとしたちょっとスウェード調のですねそういう素材になりますね。こことここはレザーじゃないんですね。はい、そんなデザインになります。はい。天井はですねブラックですね、ブラックライニングになります。そして、はい、右、鉱石ですね、ここもあんま使用感感じられないですね。大変綺麗だと思います。はい。はい。そしてですねこのメーカーオプションでついているこちらバンガンドオルフセンですね。これはすごく大きいポイントだと思いますね。あ、今ここ光ってますね。ここ、ここはちょっと光りますね。はい。アンビエントライトではないんですけど、ちょっとここ光らせていい感じになってますね。はい。で CD とか聞いていただくとですね、もう適面に音質の良さが伝わるかなと思います。はい。で S3 は電動シートになります。はい。じゃあちょっと中乗り込みます。はい。じゃあちょっと夜暗くて申し訳ないんですけども、一回エンジンかけますね。ブレーキをしっかり踏みながらここのスタートボタンを押します。このスタートボタンはですね赤いリングがついてますね。はい、ポップアップ式でナビゲーションが上がってまいります。はい。今ピーって鳴ったのはアラームですね。まあ、ガソリンがないので給油してくださいというふうに出ました。はい、はい。そしてですね、センターコンソール付近はダメージは見受けられませんね。なんか削れちゃったりとか傷がついてるような感じは見受けられないですね。はい。6速のエストロニックになります。はい。で左に倒してマニュアルモードで、S3 はここのパドルシフトももちろんついていて、ここはそのアルミっぽいデザインになってますね。はい。プラスとマイナスという感じですね。運転していると間違って触っちゃう時がありますね、ここ。そうするとやりたくもないにマニュアルになっちゃったりとかたまになりますけど、そういう時はですねシフトをですねこういうふうにやれば元通りになりますんで、はい、急いで戻したい時はそんなふうにやります。はい。でカップホルダーはこうイルミがついておりまして、で
ここはですね、12ボルトの電源が取れるようになってますね。シガーライターとか今はもうついてないです。はい、という感じです。そして、左右独立型のオートエアコンですね。はい、こんな感じになります。右と左で温度を変えることができます。はい、そしてですね、ちょっとライトつけます。はい、ドライブセレクト、アイドリングストップしないというボタンと、あとこれバックカメラの起動ですね。はい、で安全装置オフで、ここは画面をがいらないときはですね、ここで押して閉じちゃうということができますので、まあ、そんな風に使っていただくことができます。でちょっと引き手取りますけど、こんな感じで、まあ、真ん中をすっきりさせてですね、運転に集中するような、そんな仕様にすることもできます。結構気持ちいいですよね、こうやって運転できるの。はい、で、メーターですけど、こんなデザインになります。ちょっと拡大します。あ、すいません。はい、今現在の走行距離が 21,137 キロになりますね。はい、で、まあ、ここの真ん中のものモニターのことをオンボードコンピューターって言うんですけど、この右左ボタンをこうやってカチカチ押していただくと、こんな感じでコマンドを変えることができます。じゃあちょっと見ていきます。車の注意事項はここですね。あ、注意事項と言いますか、まあ、警告灯とかなんか出たらここに表示してくれますし、あの燃費だとかそういったものも教えてくれます。でもう一個右にずらしますと、あ、失礼しました、ここに注意事項が出てきますね。はい、こんな感じですね。はい、でもう一個右にするとオーディオがこうやって出てきます。はい、今こうくるくるダイヤルを回してるんですけど、ここをこうやってやるとオーディオをのチャンネルを操作することができます。で決めたいときはここをカチッと押します。はい、という感じですね。はい、もう一個右に行きますと、これ電話帳がここに出てきます。電話帳も同じように今のダイヤルをくるくる回しまして、カチッと押していただくとその人に電話かけることができるという感じになりますね。はい、あと方位になりますね。はい、でナビゲーションやバックカメラなんですけど、はい、ナビゲーションはこんな感じで、映ります。ちょっとライトをオフにしますね。はい、で、ドライバーはですね、肘掛けに肘を置いていただきながら、手元を見ないで操作を、画面を見ながらです、ね、操作をしていくという感じになります。はい、でここはですね、タッチパッドになってますんで、文字検索をするときにここに字を書きます。ちょっとやってみましょうかね。まあ、ナビゲーション、ここに突起がついてるんで、ラジオにしたいときはラジオとか、 Bluetooth にしたいときはこうメディアとか、はい、電話かけたいときは電話とか、まあ、こういうふうによく使う項目は一番トップに4つ持ってきてて、ここをカチッと手元を見ないで操作していくという感じになりますね。でコマンドを、こうやってコマンドを、例えばラジオってこうやって押しましたらラジオになるんで、であとは今のダイヤルをこうくるくる回していってカチッと押すと、まあ、そんなあのシンプルな操作になります。はい、でこの画面の四隅にこうやってコマンドがありますね。こういうコマンドが必ずどこの大コマンドでもこういう小コマンドがついてます。この小コマンドがここなんですね。画面の USB にここがリンクしてます。じゃあナビゲーションで目的地設定っていうのがあるんで、左下ここを押します。こういう操作するときは手元を見ないです。はい、どうやって操作しますかってこう出てくるんで、住所検索、はい、今日は新潟からもあのお問い合わせをいただきましたので、ちょっとで例えば絞り込みで2、こんな感じでやっていきます。はい、で、ちょっと私新潟の地名は存じ上げてないんですけど、例えばこんな感じで佐から始まる地名があれば、堺新っていうんですかね。はい、まあこんな感じで、文字を書いてですね、トーンとそこまで飛んでいくことができます。
昔はですね、もうひたすらダイヤル回すしかなかったんですけど、今はこうやって、まあ、ショートカット的な感じにすることができますね。はい、はい、でこれで推奨ですとか、まあ、こんな感じで設定をすることができます。はい、推奨で395キロ、まあ、こんなような感じですね。はい、というところでございました。でバックカメラ、バックカメラは、リバースに入れるとこんな感じになります。はい、ステアリング連動型になりますんで、こうくるくるハンドルをステアリングを曲げると予定進行方向にこう曲がります。で黄色いラインが柱の内側とかが通っていれば、接触しないで車が抜けられると、そういうふうなご案内になります。で右のこのモニターは、これはあのグラフィックがこう出てますね。で前4つ、はい、前4つ後ろ4つの障害物センサーも起動し始めまして、障害物が近づくと、音が鳴り始めます。で赤いバーも一緒に出てくるという感じですね。はい、という感じです。で、このグローブボックスの中ですね、ここはごめんなさい、ちょっと見えないですね。あの SD カードを入れるところがあるんですね。すいません、 SD カードを2枚入れられます。で一番奥は DSRC ですね。で、ごめんなさい、 SD カード2つと、あと CD と DVD が入れることができます。はい、そしてですね、これはもちろんあの認定中古車保証がついてるんですけど、このドラレコが今ここ装着されてますね。あら、これまだ当時のテープが、シールが剥がしてないですね。これどういうことでしょうか。全く見てなかったということなんでしょうかね。はい、まあ、状態がいいということは間違いないですね。今電源抜いちゃってますけども、でこれはですねディーラーアクセサリーになりますんで、保証の認定中古車保証の対象外になります。でご注意いただければと思います。で今電源抜いてる理由はですね、まあ、最近になってちょっと分かってきたんですけども、駐車監視モードがもうこれ2時間ぐらい、あの駐車後2時間やってくれるんですけどね、結構ねバッテリー食うんじゃないかなということが分かってきましてですね、まあ、当然ですよね、駐車監視してるんですから。なので、この横にですね駐車監視モードを使いたくないときはスライドスイッチで上に上げてもらうと駐車監視モードが起動しなくなります。はい、ただ、これからずっと展示しますんでね、通電しちゃうとそれはそれでよろしくないんで、もう根元から今抜いちゃってます、ここですね。はい、でこれは今刺さっているのはこっちは GPS のアンテナですね。万が一事故とかあった時に録画、まあ、されてるわけですけども、そこの位置情報とかもですねこう記録されるんで GPS がついてるという感じです。はい、で駐車監視モード中は外側はですねブルーのインジケーターがですね結構明るくバチバチ光ってますんで、なかなかいい感じ、なかなかいい感じの抑止力になるかなと思いますね。はい、で今室内灯をつけてますけど、室内灯も LED になりますね。はい、前も後ろも LED と、すいませんボケました。はい、という感じでございます。それではですね、ちょっと今内側から飛び石が見えましたんで、多分これですね、フロントガラスのあの飛び石っていうのはここですね。まあ表面の欠けっていう感じなんで、運転してる時にはまあ視界に入ることは入るんですけどね、まあこういう感じで運転すると思いますんで、まあ、妨げにはならないと思います。あと、まあストレスにもならないんじゃないかなと思いますね。ひび入ってるとねちょっと嫌ですけどね。はい、これはかなり軽微なんで、あ違った、これ違いましたね、汚れか、あごめんなさい、ここですね、すいません、ここです、ここで、これはすごいちっちゃい飛び石なんでリペアができないですね。これはすいません、これ現状渡しという感じになりますね。はい、という感じでございます。